おはよう、おはよう、リーちゃん。リーちゃん、おはよう、おはよう、リル。おはよう、リーちゃん。こーちゃんもおはよう。皆さん、おはようございます。渡辺美音です。最近、朝一番の顔はこんな顔なんですけど、まあ、もともと乾燥肌っていうのは皆さんにもお伝えしていましたが、最近洗顔後とかお仕事でメイクをしてもらう時に、なんかあれこんなとこにシミあったっけみたいなことがねちょっとあったりとかして、もともとシミとかは少ないねとは言われていたんですけど、いつの間にかなんか気になる箇所が最近ちょっと増えてきている気がする今日この頃なんですけど、今日は朝のルーティンを少しお届けしたいなと思います。ちょっと気になるでしょう。なんかさ、シミがちょっと大きくなってきたりしてるような気もして、ということでまずは洗顔からスタートです。もちもちの泡で洗顔します。本日2023年3月24日金曜日、本日マナヤの B2 卒業式、はい、ということで行ってらっしゃい、はい、後ほどみんなで行きます。はい、行ってらっしゃい。手ぐらい振ってくれればいいのにね。これからマナヤのライブにお出かけします。卒業ということで、めっちゃ久しぶりにジャケット着てみました。黒のジャケットに黒の T シャツ、そしてワイドパンツ、足元はスニーカーです。わお、卒業式。そうです、今日マナヤの卒業式です。見届けに行きましょう。はい、弟も見ます、なずきも。はい、ということで新宿まで行ってきます。到着しました。さあ、あと5分後に始まります。え、お友達がそうだよ。ラストライブですけど、はい、なんかあっという間だったね。5日間ぐらいずっとライブしてたんだよね、マネ。なので多分本人自身もラストライブってあっという間に来ちゃったなって感じ。
ありがとうございました。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 どうでした？最後みんな見に来てくれてね、このメンバーで最後できてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。皆さんからも兄に一言なんかないんですか？最高です。最高でした。ありがとう。イエーイ。ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。一番いい顔してたかも。すがすがしかったね。やりきった感が顔に出てたし、楽しそうだなってみんな楽しそうだった。なんかね、幼少期からのマネをずっと思い返してた感じ。褒めるってことはあんまりしたことがなくて、アイドルグループに入ってからね、なんか褒めるというか、いつもまあ話し合いだったりとかっていうのをすごくシビアにしてたこともあったりして、なんか上手に褒めてあげることができなかったけど、まあ、今日はちょっと褒めてあげたいなってちょっと思ったね。おさりよ。先に褒めなきゃ。もう卒業してから褒めたってね。困っちゃう。それは困っちゃうね。まあ、でも今日は本当にでも気持ちよく帰ってくるんじゃないかなと思ってます。毎日毎日ライブをやって生活してきて、それがぽっかり空いてしまうっていうところの不安感も多分あると思うけれども、夢だったり目標だったりはいつでも変えていいことだと思うし、次の目標を決めるまで、まあ、ちょっと、休憩というか、もう一度冷静に考える時間を作ってもいいのかなってちょっと思ったりとか。まず本当にすごいなと思ったのが、マネアの仲間がめちゃくちゃ今日応援に来てくれてたっていうのは、やっぱりそこが胸が熱いからね。高校の時とか、あともちろん我々の知り合いの方も結構来てたし、マネアの人間力というか人徳っていうのが見れて、親としてはとても嬉しかった。いつもコメントくださる方もみんなにお会いできてすごい良かったねって。そうだね、 YouTube とかね、ブログとかにも IR コメントをいただいてる方がね、今日みんな来てくださってて本当感謝してます。最高です。最高です。宝も泣いてたよ。あ、本当花見、あれは花粉症だ、ね、ありがとうございました。素敵なライブでした。ゆっくり休んでください。はい、お腹空いたのでご飯食べたいと思います。ゴー。どこ行くの？帰るんだよ。最高です。卒業ライブに行って帰ってきました。私も日々精進しながら、肌のためにもいいこといっぱいしながら過ごしていきたいなと思ってます。ということで、今日は夜のルーティーン、お肌のルーティーンもちょっとお届けしようかなと思ってます。なんか最近夜になるとちょっとくすみが気になるなっていうこともあったり、朝は結構保湿してしっとりしてたのに、夕方あたりからちょっとまた乾燥がっていうことだったり、あとちょっとシミがあるかなと思っていたのが、なんかこれちょっと大きくなったんじゃないみたいな感じで、いくつかやっぱり年齢とともに気になることが増えてきました。という最近ではですね、エイジングケアと美白ができるというオルビス U ドットさんを使ってます。それがですね、このね3ステップなんですよ。ウォッシュ、ローション、クリームというとっても簡単の3ステップなので、こちらを使っています。そのご様子もお届けしますね。
私が使用したのはオルビス U ドットシリーズでしたが、オルビスさんのエイジングケアシリーズにはオルビス U というシリーズもあるみたいですよ。オルビス U シリーズには年齢とともになんとなくこう肌の不調が気になる方におすすめみたいです。オルビス U とオルビス U ドットとどちらを使ったらいいのかなって迷った方は、大人のお肌占いっていうのがあるんですよ。そちらをやってみるといいみたいですよ。私も実はねやってみたんです。そしたらね、めんどくさいめんどくさいタイプでした。なんか私はできれば楽をしたい、本当に合ってますね。だからこのオルビス U ドットのあの3ステップで済むっていうのが私的にはすごく合ってるっていう感じですね。スキンケアはできるだけね簡単なステップで保湿力がしっかりしていてっていうのがやっぱり理想ですもんね。大人のお肌占いの URL は概要欄に貼っておきますね。なので皆さんチェックしてみてください。そしてですね、オルビス初めての方限定でお得にお試しいただけるみたいなので、そちらの方も概要欄に載せておきます。ぜひ皆さんご覧ください。ということで本日のミネルスタイルは以上になります。今日はいろんなことがあったのでぐっすり休みたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。